この動画は360度動画です。 VR ゴーグルを使用するか、スマホや画面を動かしてお楽しみください。こんにちは、はるたかチャンネルのはるとたかです。今日の VR ツアーの行き先はここ。光明寺仁王門です。光明寺仁王門は京都府綾部市にあります。仁王門は国宝に指定されていて、その中にある木造金剛力士像は国の重要文化財。さらに敷地内にはところどころ紅葉が始まっており、赤、黄色、オレンジと色づく紅葉がとっても綺麗でした。ぜひ VR 動画で紅葉と光明寺仁王門とのコラボを楽しんでください。ちなみにこのチャンネルでは1日おきに日本のどこかの VR ツアーをアップしています。次回の行き先はここ。見逃さないようにチャンネル登録をして、ぜひ通知を受け取ってください。それでは大変お待たせいたしました。はるたかチャンネルがお送りする VR ツアー、いってらっしゃい。今日は2020年11月9日、天気は雨、気温は16度です。ここは光明寺の入り口、比較的急な階段が光明寺への入り口です。今日は雨が降っていて足も滑りやすいので、手すりを持って進みましょう。ちなみに拝観料は無料です。無料で国宝が見れるなんて嬉しいですね。それでは足元に気をつけて一歩ずつ上へ進んでいきましょう。ここは光明寺の本堂です。聖徳太子の創建と伝えられている奇妙山の中腹にある寺院です。前世紀には全部で72坊の大寺院でした。過去に陛下によって仁王門を除くすべてが消失しました。現在のこの本堂は天保7年1836年に再建されたものです。ちなみに本尊は千手観音菩薩が祀られています。その姿を見ることはできませんが、お参りはしていきましょう。そしてこの本堂自体は京都府の指定文化財となっています。ではこの本堂を少し角度を変えて見てみましょう。光明寺の本堂の近くのもみじが色づき始めていて、地面の苔との対比がとっても美しいです。本堂の近くに切り株があります。そこに生えている苔が緑が鮮やかでとっても綺麗です。この本堂の周辺の木々は紅葉がまだ五分ぐらいですが、これから進むにつれてもっともっと綺麗な景色になっていくと思います。ただ日当たりがいい場所はかなり紅葉している場所もあります。今度はそこも見てみましょう。本堂を背にして立つと、ちょうど黄色や赤に色づいた木々を眺めることができます。とっても綺麗な景色ですよね。やはり日当たりがいいところは紅葉するのが早いですね。それでは次は近くにあった鐘を見てみましょう。これは梵鐘です。除夜の鐘や地域の不幸の知らせにその音で弔ったとされています。ちなみにここには吊るされている鐘と地面に置かれている鐘が2つあります。
下に置いてある鐘は慶長9年1604年に作られたもので経年劣化によりその役目を終えました。吊るされている方の鐘は京都で作られ日本最古の大敷調べ妙心寺型を模して鋳造されたものです。次はいよいよ仁王門へ行きましょう。ここは仁王門です。昭和29年に国宝に指定された門です。京都府北部で唯一の国宝建築物に指定されています。弘治2年戊辰の墨照明と棟札との発見によって鎌倉時代の建築であることが明らかになりました。仁王門は長い年月雨風にさらされて大破寸前のところを昭和25年から解体修理で復活しました。仁王門の修理に使われた木材は古材を使用しそのほとんどが杉材です。仁王門の屋根は栗の板で拭いた土地吹きです。これは全国的にも珍しく3軒1戸20門の金星の取れた姿はとても魅力的です。これは金剛力士像です。木造の金剛力士像は左右の2体とも国の重要文化財に指定されています。仁王門から覗く紅葉がとっても綺麗です。さて、そろそろ帰りましょう。山奥にひっそりと立つ国宝は趣があっていいですね。いかがでしたか？最後まで見てくれてありがとうございます。こんな感じで日本全国の VR 動画をお届けしていくので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどお願いします。また Twitter や Instagram もやってます。そっちは日常的なことを上げてますので、よかったらそちらも合わせて登録よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。